現在、カリフォルニア州知事、ギャビン・ニューサム氏に対するリコール運動が活発化しています。民間団体が積極的に呼びかけているほか、億万長者で Facebook の元幹部であるパリハピティア氏も26日、カリフォルニア州知事選に立候補する意向を表明しました。民主党のカリフォルニア州知事、ギャビン・ニューサム氏に対するリコールを呼びかけるキャンペーンサイトでは、現在署名件数が リコールに必要な署名件数の8割に近づいています。以前、ニューサム氏を支持していたハイテク企業の幹部やシリコンバレーの富裕層も最近、リコール請願書に署名したとされています。26日億万長者で署名な投資家であるチャマス・パリハピティア氏は、ツイッターでニューサム氏のリコールを支持すると表明し、また公認としてカリフォルニア州知事選に出馬する意向を示しており、 自身の選挙キャンペーンサイトを公開しました。パリハピティア氏は選挙キャンペーンサイトで、カリフォルニア州における教員の給料や学校教育の質の低さなどの問題点を指摘しています。また、選挙公約として、州税を0%に引き下げ、教員に対し7万ドルの最低賃金を保障し、学生ローンを停止させ、新生児のいる家庭に2000ドルを給付することなどを掲げています。 26日、アメリカベンチャーキャピタル会社クラフトベンチャーの創設者、デイビッド・サックス氏は州知事選に立候補する予定のパリハピティア氏への支持を表明しました。サックス氏は2018年にニューサム氏の選挙活動に6万ドルの資金を寄付しましたが、アメリカメディエンによると現在サックス氏はニューサム氏が特別利益団体により完全に操られているとみています。 パリハピティア氏はスリランカ出身で民主党の長年の献金者であり過去 Facebook 社の幹部として勤めていました。2010年には全世界で Facebook のアクティブユーザー数が5億人を突破した同社の急成長に貢献しました。パリハピティア氏は2011年に Facebook を退社した後ベンチャーキャピタル会社ソーシャルキャピタルを設立しました。また、 共和党の元サンディーゴ市長、ケビン・フォール・コーナー氏も、州知事選に立候補することを検討しています。今年初め、フォール・コーナー氏は、ニューサム氏のリコールを求める請願書に署名し、ツイッター上で人々に署名するよう呼びかけています。NTD ジャパンがお伝えしました。